こんにちは、ラーナです。外国人ですが日本でもう12年住んでいます。旅行とグルメ大好きなので、こちらのチャンネルでは国内旅行、海外旅行、文化の違い、美味しい食べ物、飲み歩きについていろんな動画を配信しています。今回の動画は沖縄料理のリアクション動画となります。皆さん少しでも楽しんでくれたら嬉しいです。なんかルムキが可愛すぎる。はい、部屋はこんな感じです。今着いたばかり。よし。で、ですね、シャワーついてるんですけど、一応大浴場があって、そっちの方が通っていきたいと思います。はい、でこちらの方でライブ配信とかします。はい、こんな感じで。はい、でそれですね、一応友達と来る予定でしたが、友達なんか、まあ、今のところは連絡がまだつかなくて、なんか来られなくなったみたいなので、とりあえず連絡取るまでにここで一人で泊まりたいと思います。あとね、食事は先何があるんですかって聞いたら、台風の影響でしゃぶしゃぶしかないみたいので、ちょっとまあ外に出て散歩しながら、近く、まあ、近くはないんですけど、歩ける距離の居酒屋で夜ご飯食べていきたいと思います。じゃ、はい皆さん、じゃあとりあえずですね、石垣島のジビルです。もうなんかいつも通り、とりあえず生で行こうと思ったら、なんか瓶ビールしかなくて、でせっかくの瓶ビールだから飲んだことないやつにしました。やば、もう一回。はい皆さん、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うん、なんかフルーツで柑橘系が強い感じです。でね、メニューはいろいろあって、この店ですね、でいろいろありましたが、一応一人なんでアラカルト頼むのは結構量も多いし、すごい金額しちゃうので、コースを頼みました。はい、こちらの八重間温泉です。はい、来ました。こんな感じです。そば、もずく、デザート、刺身、ラフテ、これめっちゃ好きです。はい、漬物の、おお、すごいすごい、なんかジュリーになってる。はい、あとですね、他にも天ぷらがついてて、出来上がりで持ってきてくれるそうです。何からいこうかな。はい、とりあえずお刺身、なんか沖縄のスズキの仲間のお魚からいきたいと思います。なんか白身のお魚ですが、なんか中トロっぽい見た目がしてます。めっちゃうまい。いや本当に、まあ、劣るほどではないけど、ちょっと固めの中トロみたいな感じの食感のお魚です。次はね、セイカ、イカですね。すごい硬そう。うん、もっちりしてて溶けるような感じの食感です。はい、次は島だこです。
地元のスーパーに結構美味しいマグロ売ってるのでよく食べます。ジューレって何の味するんだろう、気になる。まあ、まあ普通におつゆって感じですね。ごあやからです。ねご当たり前けどね。ええやばいやばいやばい、丸ごと小さなマスが入ってます。自分の好みなんですけど、タコの刺しよりかはこういう感じ、なんか煮込んだタコの方が好きです。沖縄って言えばモモフグです。おいしい。やっぱりね、スーパーとかで売ってるものと全然味が違います。ちゃうのでお先に行っちゃいます。結構生姜が効いてるので美味しいです。なんか温まる。沖縄はね、確かに外の気温がすごい暑いんですけど、店とかに入るともう本当に寒くて、こういう料理が出てくるとありがたいです。漬物、たくあん、シソとゆかりって感じです。うん、めっちゃ好き。好き、私は沖縄で一番好きな料理です。やっぱり味付けがうまい。あ、これがね、やっぱりちゃんと一品で頼みたいぐらいで好きです。イーベから、イーベがプリプリ。ゴーヤの天ぷらです。これがね、初めて。揚げると結構苦味がまろやかになります。はい、ビールが終わったので次はシクワーサハイです。乾杯。はい、強っ。沖縄ってお酒の感覚が違いますね。
旦ご飯後に部屋に戻って、これからお風呂に行きます。温泉ではないでしょうけど、露天風呂があってものすごく楽しみです。はい、皆さん、今日の動画はいかがだったでしょうか。いやー、初めての石垣で飛行機が台風の影響で遅れたりとか、到着もそれせいで遅くなって、でこのねホテルの方で台風、また台風の影響で食材がなくて、ちょっとまあ近くに食べ物屋さん探しに行って、それも気になった焼肉屋さんがあったんですけど、それも残念ながら今日だけは台風の影響で閉まってて、ご飯探しに1時間ぐらいかけてやっとお腹いっぱいで美味しいご飯をいただきました。露天風呂にたっぷりお湯に浸かって、もう眠くて眠くてしょうがないぐらい体がリラックスしちゃいました。はい、まあまだね11時もなってないんですが、今日は、ね、移動の疲れとかいろいろあったので、この感じで終わりたいと思います。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。おやすみなさーい。よいしょ。